俺だって乗りこなしてみせるさ。夢なんです、彗星に学校を作るって。ここがデビルコロニー。侵食が進んでるね。ブロックで区切られているな。逃げずに進んだら一つだけじゃなくていっぱい手に入るんです。そいつを呪いにしちまうか、可能性にできるか、それは静かね。白いハッチは開くみたいだよ。やっぱりいた、デスアーミー。僕の赤い細胞みたいなのは？デビルガンダム細胞の一種だな。攻撃で破れるはずだ。小隊長、切り開いてガンダムファイターを探しましょう。シャア、どこにいる？すごい放熱板、このガンダムは。ユノン小隊長か、久しぶりだな。キリマンジャロ基地以来か。アムロ隊？ガンダムファイターになってたなんて。リノ姉さん、ブレイクインしてるだけだよ。そうか、タイ、アクシズまでご案内します。ここはキリ、無人機全滅を確認。キリマンジャロ以来だが腕は落ちていないな、小隊長。ガンダムファイター並みに修行してますからね、小隊長さんは。それは頼もしいな、行こう。この装置は核兵器のスイッチだね、押してみ。ミッション全体に大規模なブレイク反応を確認。逃げてください。なんか丸っこいヒゲが生えたガンダム。どこのガンダムファイター？ターン A ガンダム。全ての歴史の果て、西暦の時代に掘り出された異物か。あれも。キャプテンガンダムはどこだ？戦況を報告しろ。うわ、ややこしいガンダム出てきちゃった。フルアーマー、いや、ヘビーガンダムか。そういう貴様はガンイーグルではないか。いや、違うな。何者だ貴様は。ファッションネイ。貴様らのような戦友ができて俺は満足だぜ。ご満悦で帰っていった。ブレイクアウトしてくれてよかった。あのまま残ってたら絶対問題が起こるよね。何が始まると？第三次戦争。これでどうだ。上手ですね、私も見習って。リボルビングランチャー。クソ、まだか。でやっ、やめろよ。すごいですね。そこガガでやっ、そこザ。僕の未来もまた一つの可能性なんです。言ってしまったか。気持ちのいい少年だったな。戦いの歴史、その中、また核壁のスイッチだな。うん、どこかの核壁が開いたみたい。正確な場所がわからないのは不便ね。
壁が開くね。これで最後だといいのだがな。上手ですね。私も狙って。くらえ、かわせるか。でやー、やりましたね。反応あり。奥の隔壁が開いたんじゃない。そろそろ中枢に行きたいとこだね。なめるな。直撃。当てる。これでしまいだ。抵抗するな。浮かんだのはそこ。まだなのか。すごいです。上手ですね。私も見習って。当たった。引き裂いてやる。落ちたことない。邪魔。消えんしろ。しないでください。逃げ切れるとでも思ったか。目障りだ。出るな。うわあ、すごいです。ガーバンシー。出やー。なんだと。これならいける。歪んだもん。うわあ、うわあ、これがバンシーの力なんだ。テリア。行け、インターネル。消えしろ。そこ。ラペラスの箱を渡すわけにはいかない。ユニコーンガンダム。アムロ大佐、あれはニューガンダムの。なんだって。ユニコーン。アムロレイ大尉、確かアクシズショックの時に。私たちロンドベル隊で救出したのよ。確かに先ほど助けてはもらったが。そんなことよりもっと重要なことがあるはずだ、バナージ・リンス君。あ、そうです。箱の場所に行かなければ。君のことを詮索するつもりはない。だが僕たちには互いに探す相手がいるようだ。わかりました。行きましょう、アムロ大尉。初めてサイコフレームを実装したガンダム、そしてフルサイコフレームの後継機。何が起こるかわからないわね。あなたのためならどこまでも。ここから先は倒産と言っておこうか、バナージ君。フロンタル大佐、どうしてこんなところに。それつきネオジオンの残党軍だよ。お願い。残党。力を貸して。シャーノか。赤い彗星のことでも大佐にどう申し開きすればいいのだ。まずいな、こちらが押されている。袖付きの新鋭待機、ブレイクアウト成功。この手で終わらせてやる。沈める。やめな。くそ、まだか。ザーハンネル。逃がさない。まだなのか。この力、どこにいた。可能性とは混沌だ。不安定であるがゆえに破滅にも転じやすい。野放しにはできないな。正しさが人を救うとは限らない。それでも奴の言っていることは間違ってはいないが、正しくもない。人の思いが光になって地球を包むのを見た。何？何の話だ、フロンタル。だがそれほどの可能性が示されても人は変わらなかった。第二次ネオジオン戦争のこと。何も変わらないかもしれない。でもたとえ一瞬の光でも。誰であろうと邪魔するならば排除させてもらおう。フロンタル大佐、どうしてあなたはそうなんです。人は分かり合わなければ。君は危険だ。ニュータイプのありようを無防備に示しすぎる。不尊な力だ。資格もなく他人の心に押し入るのは。バナージ、その男に何を言っても無駄だ。そうやって他人を見下すことしかしないやつに
世直しなんてできやしない。私個人の意思ではない。貴様は自分というものも持たずに。しかし今の私は殻ではない。薄渡るこの体にシャアの呪詛を語らせる何かが宿っている。シャアズナブルス。まだだ、まだ終わらんよ。逃がしはしない、フルフロンタル。バナージ君待って、シナジュブレイクアウト。シャアに限りなく近く、何一つ似ていない男か。アムロさん、決着は俺がつけます。やらなきゃいけないんだ。タイとバナージ君はブレイクアウトされない。サクラ、ここから脱出する方法は。ここにエネルギーを供給してるジェネレーターを破壊するのが早いね。数は3つだ。マーカーを出します。アムロ隊員、バナージ君、小隊長、行きましょう。よし、このまま行けば。これはどうだ。このジェネレーターも DG 細胞まみれね。エネルギーを吸い取ってるんだよ、剥ぎ取っちゃって。クソ、まだか。ファンネル。チェ、完全な時に比べ沈める。これで、そこだ。くそ、まだか。しないでください。させません。ジェネレーターの破壊成功。最後のポイントへ向かってください。わかった。歪んだのは沈め。ガンダムファイターがブレイクイン。あれ、さあ始めようぜ。最高に運命的なセッションをな。フルアーマーガンダム、まさか一年戦争時のタイプか。サンダーボルト宙域のイオ・フレミング少尉。こちら、あなたの小悪魔ことニュノよ。よう、その小悪魔ちゃんは俺を夢中にさせてくれるのかい。少尉さんを夢中にさせるのはこっちのガンダムかな。ロンドベル隊のアムロ・レイ隊員だ。イオ少尉、よろしく頼む。こいつがあのアムロ・レイだっていうのか。マジかよ。同じガンダムに乗った縁だ。ここは協力して乗り切ろう、イオ少尉。あんたとは気持ちよくセッションできそうだぜ。テリア！目障りだ。消せろ。敵がいる。場所はこの奥。かなり大きい反応だね。デビルガンダムに当たるものか、それともデビルガンダムそのものか。悪魔の名をつけられたガンダム、いい気持ちはしないな。これがバンシーの力なんだよ。実はモビルアーマーか。無人機だが嫌な感じだ。
なんだ、先がない。プログラムなのか。お二人さん、絶対にその通りだよ。勝ちます。このモビルアーマーは無人機。敵、いや人間を殺傷するためだけに作られた天使の名を冠する自立型の殺戮兵。まさか天使アシュマルが悪魔デビルガンダムの代わり。もしそうならシャレたブレイク現象だけど、どうやら間違いなそうだね。邪気もなく機能としてビームの効きが悪い。アイフィールド、いやビームコーティングか。タイさん、あのモビルアーマーの装甲はナノラミネートアーマー、ビームを弾くんです。近接戦闘や実弾での攻撃を中心に装甲強度を弱めてください。了解です。待てバナージ、モビルアーマーの動きが。なんだ、俺をユニコーンを狙ってる。バナージ君、どうかしたの。大丈夫です、これぐらいなら。ハシュマルがユニコーンガンダムを警戒しているように見えるが、戦闘中も何かを学習しているというのか。逆再戦のモビルアーマー、やはり侮れないわね。せっかくらえ。これでしまいだ。ビームバグだ。耐えろユニコーン。制御系に影響が出てるの。バナージ君、多分 NTD システムがバナージ君の感情に、怒りに反応してるんだ。人の思いを感じ取る兵器と一切の感情を排除した兵器の対決。感心してる場合じゃないでしょ。アムロ大佐、バナージ君がシステムからパイロットへのか。ダメだユニコーン、引っ張られるな。こらえろバナージ君。このモビルアーマー、無人機の挙動とは思えない。明確な意図を持ったシステムです。人間を殺すためだけの。このモビルアーマーが作られた理由、彼ら感じ取っているんだ。なんだって、憎しみをシステム化したらもう歯止めが効かなくなるぞ。進めば。その通り、その結果がポストディザスターの歴史だ。それを他の歴史にばらまくわけには。ユニコーン、分かってる。ロニさんの時とは違う。だから俺に力を貸してくれ。モビルアーマーボロボロになってきた。もう少しだよ。ユニコーンガンダムは大丈夫なのか。バナージ、無理をするな。ユニコーン、お前は人の心、この手で終わらせてやる。感じる心を知る人間のために作られたんだ。だからこのマシンには、こいつにだけは負けちゃいけないんだ。これは届いた。ハシマル撃破を確認。今だ、ブレイクアウト処理実行。俺は誰も殺したくない。誰にも殺させたくない。だからそのために戦う、このユニコーンで。それでいいバナージ、俺たちのガンダムは人殺しの道具じゃない。アムロさん、フルフロンタルは俺が。だからあなたは。ユニコーンガンダムブレイクアウト。分かってるさバナージ、奴は俺が止める。アムロ大尉も宇宙世紀に戻ったのね。それぞれのネオジオンと戦うために、サクラ、ブレイクアウトしましょう。私たちも私たちの戦いに臨むためにね。これで終わりか。どこもかしこもガンダムの、なんだかすごいブレイクミッションだったわね。でも
デビルガンダムいない、モビルファイターいない。確かに様々な歴史のガンダムがブレイクインしていたが、非常に限定的なものだった。世界ガンダム連合と紐づいてたのかしら。それはあるかもね。ブレイク現象としてがっつり歴史に絡んでたのはアムロ大尉さんのニューガンダムとバナージ君のユニコーンガンダムか。どちらもサイコフレーム搭載のモビルスーツ、そしてデビルガンダムの代わりにいたのが厄災船のモビルアーマーハシュマル。生体コアを必要とするモビルファイター、デビルガンダムとは真逆の無人モビルアーマーよね。ハーメス、あなたが管理システムに操られてた頃、ハシュマルやそのサブユニットプルーマのデータ収集をしてたわよね。鼻つまみメガネ、しかし赤メガネ。俺のやんちゃ時代を掘り起こさないでほしいものだが、半永久的に機能する完全自律制御のモビルアーマーがデータ収集の対象となっていたのは事実だ。今回のガンダム大集合なブレイク現象、そしてデータ収集対象だった無人モビルアーマー、なんとなく作為的なものを感じるような。このあたり検証していけば管理システム、いえコード・マクスウェルズの狙いが見えるかも。なるほど、興味深い。俺の方で少し調べておくとしよう。